んた他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。え、いやそれはその、しかも毎日会ってるんだってね。その女のことそんなに好きだわけ？その話してるとテンションが上がるというか。へえ、本当なんだ。最低じゃないあんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ優香ちゃん。すいません、あれ優香ちゃんは？いない。あ、そんな。おいおい泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、そうなんです。ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。ほう。違いますよね。ライブチャットは浮気じゃないでしょ。そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。え、ご存知ないんですか？あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あのチャットは分かりますよね。チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃねえか？おお、まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの。ちょっとは興味が湧いてきましたか？ああ、まあ多少はな。そうですか。あ、なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。え、俺が？はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。見たくないんですか？あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで。それじゃあまた後で。ああ気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。Yeah!
ったく、時間食っちまった。いただけましたか。準備はできているのでどうぞ。ああ、しかしやり方がわからないんだが。大丈夫、僕が隣でバッチリ教えますから。さあ座ってください。ライブチャットならこのサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン、これをこうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねえんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。こんにちは、はじめましてかな。 おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さあ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時は何て打てばいいんだ。とりあえず挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとかチュリースとか。わかった、かわいいねと。どうだかわいいですか。嬉しい。おお、照れてますよ。好感触だったみたいですね。なるほどな、こうやって会話するのか。ええ、さあこの調子でガンガンチャットしていきますよ。たのしいぜっと私も楽しいよ。いやー、あなたってチャットのセンスありますね。女の子すっかりご機嫌じゃないですか。はじめはどうなることかと思ったが、慣れたらなかなか楽しいもんだな。そうでしょ。ですがライブチャットの本当のお楽しみは。え？他にも何かあるのか。それはですね。お、来ましたよ。楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあここからが本当の始まりですよ。うん、おお、これはなかなか。なんと。もっと見せてって打ってみてください。もっと見せて。ワンダフォー。これは、はあ、お疲れ様でした。
どうでした？ライブチャットは楽しかったでしょ？ああ、なんというか充実した時間だったな。まあお前がハマったのもわからねえってもねえな。でしょう。だが浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい、僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレディの方が100倍優しいし可愛いし、そもそも彼女がいるとチャットする時間が減っちゃいますからね。だったら最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあそうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会うときはチャットルームかもしれませんね。ではでは。ああ。ライブチャット、恐るべし。